いやいや、めちゃくちゃ酔っ払ってるじゃない。大丈夫っすか？いや、めちゃくちゃしゅんちゃんのなんかお酒だったんだけど、このシャンパン。2分の動画撮るために開けて、ああ、そのエグイッチ東京借り、うん、個人チャンネルか、開けたら飲まなあかん。ほぼない。結構飲んだね、一人で。うわ、美味しいで。飲む？あ、じゃあちょっといただこうかな。乾杯しよう。うん、乾杯する。ありがとう。ちょっとコップ持ってくるわ、じゃあ。うん、よいしょ。なんかピンポン鳴った。なんか頼んだ？頼んでないよ。ヤスちゃん、あれ？あ、ヤスか。はい、はい、はい、じゃあいただきます。飲む？うまく。ヤス飲む？いや、なんすかこれ。ちょっと今なんで、なんか一人でしたよね、今ずっと。よろしくなんて。俺も今帰ってきてさ、びっくりした。ベロベロのしゅんちゃんがいたからさ、一人で萌えしゃん、一人で萌えしゃん。ちょっと待って、オリシャンじゃん、しかも。そうなんだよ、一人オリシャン。ちょっとこの、なんすかこの。これですよ、俺たちが知ってるしゅんさんは。確かにキレッとしたさ、え、同一人物。キレキレの。こいつ同一人物。誰だよ、同一人物じゃないよ。めっちゃいけるわ、てか、うん、そうなの、かなり飲んでらっしゃる。そりゃそうっすよ。じゃあちょっと俺もちょっといただきます、すいません。あ、行くんすか。美味しかった。次やっぱ飲みやすかった。ありがとう。じゃあほんと一口でいいわ、こんぐらいで。じゃあ乾杯。美味しかった。乾杯。いただきます。あ、美味しい美味しい。ヤスの携帯これ違う。あ、これ僕のです、はい。ずっと携帯放置して生きれてたの。いや違う、これさすがにあの、うん、最近スマホ変えたんで。あ、変えたんだ。そうそうそう、昔のやつ。携帯こんな置いて生きれてる。確かに俺もヤスが携帯放置とか出かけてんのかなと思っちゃった。さすがに無理っすね。このチョコビはシュンさんの。チョコビはシュンさんの。うん、てかそのシュンちゃんさん、破壊してる。充電。え、充電？あ、携帯。充電器挟まないといけないんですか？いや、ちょ、領収書挟みすぎて。すごいなぁ。ベロベロっすね。ベロベロだね。まあでも、しゅんさん酔っ払ったら毎回こんぐらいにはなる。すごい、なんか寝ながら飲むんだね、お酒。それも回るのかな。ちょっと寝て、うん、じゃ15分ぐらい寝て起きて飲んでよ、繰り返しないけど。おいしいおいしい。ありがとう、これくれた人。あ、確かにね、すごい。残しとくわ、瓶。シャンパン、エグイチ東京でちゃんとそれだけの動画撮ったから。あ、そのシャンパン飲むっていうね、個人のチャンネルで。一分半やけど。短いんすよ、あの動画。見やすいけどね。ショートみたいな動画ばっかり。そう、ショートであげますかって出るもん。いや、そうでしょ。YouTube 側から。ショートの尺なんだよな、あれ。うん、美味しかった。いいよ、終わって。あ、あ、すごい。江口東京じゃないからもうちょい回しましょう。まあでも一応今 4分回しましたけど。長っ。いや、もう長くないっすって。いつもだって俺ら10分を撮ってるよ。10分ぐらいやってますよ、僕らね。まあまあ全然いいんだけどね、止めても。まあまあ、そう。風間さん今日は何の会ですか？今日はなんかその知り合いの作家さんと、あとまあエバースとオフローズの宮崎ちょっと飲み会があって、ちょっと今それ終わりで帰ってきたら、ベロベロのしゅんちゃんがいて。もういい。全部開けなくていいんすよ、マジで。でも、ちょっとやから、ほんまに。しかも、せっかくシャンパングラス家にあるのに、なんかその、瓶ビールグラスで飲んでるけど。マジ？確かに。あるある。シャンパングラスありましたね。なんか、前、サンタモニカのマイムが、俺にタンプレで、去年くれたやつがシャンパングラスで。うん。いいね。俺もないと思って、瓶ビールのグラスで飲んでる。いいね、でも、なんかビールに見えるね、そう思ってと。じゃあ、あかんやん。ちょ、風山さんの誕生日の、あの、ピンキーリング、うん、ちょ、前向きに検討してるんで、一応この前いや、ま、前向きに検討しなくていいよ。もう会議終わってからやす。なんか、はい、いや、いいよ。もう正直もうブランドも決まりました。じゃあいいって、本当に。ティファニー。いや、高いってティファニー、いくらか知らないけどさ。
ひまりの万超えるじゃん絶対。いらない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 、リングを誕生日いい、もっと自分に使ってプレゼントします。いらないいらないいらない、はい、重いわ、つけなきゃいけなくなるし。サイズだけちゃんと教えてよ。入らんのが一番おもんないからさ。そう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 、実はヤスに個人あなんかその3人の LINE グループあるじゃん、何センチって聞かれたから。何センチって俺聞いてないんですよ、あと指のサイズ教えてくださいで、そのセンチでやつあんまいないんすよ。いや分かんないから。何号っすよ、何号。いやそれ分かんない、そのサッカーボール以外で聞いたことない、何号とか。いやサッカーボールで言うのもありますけど、中学生まではね。だから一応5センチあったんよ。で5センチっていうのがなんかね、どこが、え、その小指周りが、どういうこと、え、なんか測り方みたいなの調べたら出てきて、なんか白い紙を例えば指で巻いて。なるほどね。そう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 。5センチは何号。あ、じゃあなんかそれ何号って出るの。多分ネットで調べたら、多分すなわち何号なんで。いや、いいって、ほんとピンキーリング重いよ。ラーメン食べたいな。ラーメン食べたいな。ラーメンありますよ、ね、ラーメンあるよ多分。あの、しゅんちゃん辛いのもあったよ。あ、マジ、うん、辛いのね。ちょっとね、いや、いいってピンキーリング。俺指は5センチ。なんでつけてんのって説明もめんどくさいわ、その何号。マジ村田さんにぶち切られてほしいな。あ、ね、5センチはね、うん、あ、何号、ん、なんだこれ。あ、はい、5センチは、5センチ、ね、聞いたことないんですけど、リングのサイズで、うん、10号です。15、相当太いっすね。え、ちょっと小指、そして今置いて、え、俺これを調べて、左の小指、その、太いわ、奥奥奥奥っすよね、はいはい、太いわ、太いわ、俺太いんだ。あ、太い、確かに人差し指ぐらいある。ほんとだ。え、俺太い、人差し指じゃん。え、人差し指これだけ見たら人差し指やもん。いや、そうかな。え、指差してるやん、人に。全然違いますよ。いや、大丈夫。リングの話してるから。ベロベロリンだ、すごいな。いいですよ、もう。気をつけてください。でも、ありがとうございます。あ、でも15。ありがとうございます。いや、いいって買わなくてやめてな、本当に。いらないよ、本当に。楽しみにしていて。終わりました。いや、いいから。終わった。